プトラナ大地、プトラナ大地、プトラナ大地は、ロシア連邦にある、玄武岩室の溶岩大地で、中央シベリア高原北西端の山岳地帯に広がっている。大地を形成しているのは、シベリアトラップで、最高峰は、標高およそのである。ロシアの地理重心であるも、この大地に存在している。大地の中心部には、プトランスキー国家自然保護区。 プトラナ国家自然保護区が設定されており、ほぼ手付け数のまま残された自然が生み出した絶景と生態系とに特徴付けられたその範囲がユネスコの世界遺産リストに登録されている。プトラン大地、プトラナ高原などとも表記される。プトラナ大地には数十キロメートルの範囲に広がる数多くの湖があり、それが全体の生態系を形作っている。プトラナとは 地元のエベンキの言葉に由来し、険しい湖岸を持つ、湖将軍の地方という意味を持つ。湖の数は2万5千以上にもなり、その深さは180メートルから420メートルである。これらの湖将軍全体では、バイカル湖に次いで、ロシア国内で2番目の淡水貯蔵量を持っている。プトラナ大地の形成は、マントルプルームの上昇によって、 地中約3 0 0 0トルから膨大なマグマが地表に噴出した2億後、レー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 前、大量絶滅が起こった PT 境界期のこととされる。次に、氷河が渓谷を押し広げ、現在見られる河谷やラマ湖、ケタ湖などの深く狭い湖を形成し、大地の独特の景観を形作った。フィヨルドを思わせる細長い小将軍は、 長さ1 0 0トルから1 5 0トルに達し、深さは4 0 0ルを超えており、バイカル湖、テレツコエ湖に次ぐ大きさとみなされている。大地で他に特徴的なのは、神田河国の高さ1 0 8ルの滝をはじめとする、数多くの滝の存在である。また、北極圏の植物の多様性という点で最も豊かな場所の一つとも言われている。プトラナ大地は、 手付け数の大河やツンドラ、極地高原などが見られる地域であり、その大半を覆う大河は、カラマツの仲間を主体としている。確認されている、イカンタバ植物は、後日の世界遺産登録範囲内だけで398種で、ある。哺乳類は34種が確認されており、特にアリヒズメ類の中でも希少なシュベリアビッグホーン、オビスニボコラボレアリスが生息している。 シベリアビッグホーンの生息数は、西暦2000年の時点で2500頭から6000頭と見積もられていた。また、トナカイの移動経路にもなっている。鳥類は、約140種が記録されている。プトランスキー国家自然保護区、プピューターンスキーステートネーチャーリザーブ、プトラナ国立自然保護区は、クラスノヤルスク地方、北極線から約 100km 北にある、 中央シベリア高原北部の自然保護区である。1987年に設定された。プトラナ大地の総面積30万キロメートルのうち、大地中央部に位置する。この保護区は18,872.51キロメートル、1887,251 18ヘクタールを占める。この面積は、ロシアの自然保護区の中でも屈指のもので、 少なくとも2000年の時点では国内第4位であった。この物件が世界遺産の暫定リストに記載されたのは2005年のことであり、その時点での名称はプトラナ、高原、プトランスキー国家自然保護区、ザ・プトラナプラトープピューターンスキーステートネーチャーリザーブであった。最初の審議は第32回世界遺産委員会2008年で、 行われたが、その時には、登録延期と決議された。これを踏まえて、ロシア当局は、推薦内容を練り直した上で、翌年再推薦し、2010年に再審議となった。その時には、世界遺産委員会の諮問機関である、国際自然保護連合、IUCN も、登録を勧告し、勧告通りに登録が認められた。ロシアにとっては24件目の世界遺産。 自然遺産としては9件目である。面積は1887,251ヘクタールで、登録範囲はプトランスキー自然保護区と一致する。干渉地域はその周辺を取り囲むように設定されており、面積は1、773,300ヘクタールである。世界遺産としての正式登録名は、プトラナプラトウ、英語、プラトウデプトラナ、フランス語である。 その日本語訳はむね、プトラナ大地とするか、プトラナ高原とするかの二通りである。プトラナ大地はほとんど人が足を踏み入れていない。ソ連時代には、狩猟、釣り、渓流下りなど、様々な目的で訪れる人々がいたというが、ソ連解体以降は、測量などを目的とする専門家や、一部の冒険家などが訪れるくらいになっている。2005年には、観光客、 専門家などを合わせて437人が訪れただけであり、観光客が及ぼす悪影響は極めて限定的と考えられている。他方、最も近い居住地は閉鎖都市の乗りリスクであり、一帯は世界屈指の埋蔵量を持つニッケル鉱床の存在で知られている。この街の高工業は大気汚染の深刻な発生源となっており、 西暦2000年の時点で、ロシア国内の大気汚染物質の8%にあたる量を排出していたとされる。風向きや大地の標高が豊かな自然を汚染から守ってはいるものの、2010年の時点で、世界遺産の干渉地域には汚染の被害が見られていた。そこで、世界遺産への推薦に先立ち、ノリリスクニッケル社は、汚染物質の排出を軽減していく意向を表明した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。